皆さんこんにちは。今回は後手番ですね。相手方7連勝。いやー、で、角交換四間飛車。なるほど。動画投稿日的にどうなってるかちょっとわからないんですけど、さっきちょうど角交換四間に負けたところなので、いやー、今度は勝ちたい。まあ相手の方は違う方なんですけどね。違う方なんですけど、ちょっと角交換振り飛車にさっき負けたっていう恨みがあるので、あ、これ穴熊かな？穴熊は許さない。別に恨みないけど。あ、もう4筋結構ついてくる感じか。まあこれはまあ4六歩って打っといても4八飛車って回ってもいいんですけど、どっちしようかな。まあ4八飛車回っときますか。で、これ次余裕があれば9五歩つきたいなと思います。なんかこれだけ激しい戦いになると、相手の方はちょっと穴熊はしにくいんじゃないかなと思うので、そうなると端の位取ってるの結構大きそうなんで、うん、取ってここから穴熊っていうのは、そうですね、あんまりちょっと考えにくいかなと思うので、金でちょっとバランス取ってみますか。てか今2八角とかちょっと危なかったのか。まあ大丈夫か。まあ金でちょっと右側バランス保って、まあゆっくり指していって端の位を生かしていこうかなと。ゆっくりさせれば割と端の位は行きやすいので、端の位を取ったはいいものの、その2手分をこう中央で使われてどんどん攻められて負けるとかは良くないんですけど、まあこんな感じゆっくりした戦いになれば確実にこの端の位っていうのは生きてくるので、そこを生かしていこうという作戦なわけですね。はい。誰相手方4四銀と、まあ相手方としては攻めたいところじゃないかな。あ、5五銀で、なるほど。これは4六歩と次拠点を作る手を狙ってますね。まあ悔しいようですけど4六歩って打っておく手もありそう。まあ別に打っといてもいいんじゃないかなとは思うけど、また3七桂で活用しておいて4六歩に5八銀って引いておく手もありそう。どっちがいいかな。やっぱり簡単に4六歩とか自分から打つのは良くないかな。自分の飛車先に歩を打つ手っていうのは基本的にあまり良くないので、まあ例外はあれですかね、なんか4四歩とかこう4筋に垂らして4三歩成ってと金攻めを狙う時はいい手になりやすいですけど、それ以外の歩ってあんまりいい手にならないイメージ。だからこういうこの拠点の歩、相手の方は今飛車先に歩を打ったんですけど、こういう拠点の歩はいい手になりやすいイメージなんですけど、それ以外はあんまりいい手にならないイメージなので、こっちからここに歩を打つのはなんか良くなさそうな気がしたんですけど、ただまあこの歩がものすごい厳しい手って見れば、まあしょうがなくこっちから打っておく手もあったかなとは思います。まあ、ちょっと難しいところ、どっちが良かったかな。まあこっちはそうですね、なんかこの歩がいつか取れればいいなっていう狙いですかね。例えば次4五歩って言って、で次に5六歩って言って同銀とこうこの銀を動かせて4六飛車って歩を取るみたいな感じで、あー、なるほど。これは次に金を取って同飛車と取らせて歩を成る手を狙ってます。それは許しがたい。それは許せない。そこは許しちゃいけないので、6五角はどうするんやろ。6五角は桂馬を取る手を見せつつ、4三歩と飛車の利きを止める手を見せつつ、こう自陣に利かしている攻防手で結構いい感じの手なんじゃないでしょうか。金を取ってきたらさっきまで同飛車しかなかったんですけど、今回は取ってきても同角と取れるので、同角で取っておけばこの地点に角を利かすことができて受けやすいので、あれほっあれってあれってどれ、あのこれ放っておくと飛車引けばこの角詰ますことができるので、それが狙えるのが大きいかなと見てちょっとこの手を採用してみました。なんで金寄りとかでこう桂取りを受けてきたら、まあ一回4三歩打つかも分かんないですけど、ああもう来た。そうですね、相手の方としてもゆっくりしてられないんで、
もう一気にいっちゃおうっていう感じですね。もう金打ってくるんでしょうね。金打ってきた時にどう対応するかが、でも確かに簡単ではないな。同角同歩成同銀角引くなる。いや金どうしよう。金には同銀が自然なんですけど、同歩成同角だとなんか銀出てこられてちょっと嫌かなとか思ったり、角頭をいじめられて2八金とかも考えてるのかな。でもそれは角かわせばいいか。ここは4七金の一択に見えますね。ただ4七金の時にどうするか、相手の方、あ、4七金の後どうするかを考えてたんだと思うんですけど、こっちも同銀同歩成同角っていう一番駒損しない形にするのがいいのかな。悩ましいねこれは。同銀同歩成同角が自然なんですけど、何が嫌かっていうと角頭が狙われやすいってことですね。同銀なので先に角でも取ってしまって同歩成同銀っていうのもあると思うんですけど、で3九角って言ってなんか飛車をいじめてくる手がありそうなんで、もうここ同銀かな。ちょっと今は受け方は難しかったですね。まあとにかくただこっちの陣地に飛車を成り込まれたりとか自陣を突破されないことを目指して考えていくのがいいかなと思います。でどれが一番突破されにくいかなって考えた時に、これが一番突破されにくいんじゃないかと読んでこの順を選びました。まあ飛車を一方的になられるとかが一番嫌ですね。こういうのってなんかだいたい竜作られると攻めが切れなくなっちゃうので、飛車交換とかならまだしも、相手の方だけ飛車がなれるとかはちょっと嫌な形。いやここさえ攻めをしのぎ切ってしまえば次4三歩とかが結構楽しみかな。4三歩に同飛車なら、あ、2八銀同飛車なら4七飛車成となれると派手な手ですね。4三歩同飛車なら8三角成って王手する手があって、王手なんで取るしかないんですけど、こう飛車を取れると、今こう飛車取っても同金って取られちゃうんで、4三歩同飛車としてこの飛車を浮き駒にしてからその技を狙おうっていう攻めですね。4三歩は3七銀成の攻め合いが気になる。4二歩成、4八成銀、4一と4七成銀、そんな風になるとは思えないけど、でもあるんかな。でもそうなったとしてもあんまり自信ない。だから一回3八金って受けますか。ちょっと金使わされて面白くないかもしれないですけど、あーこれ4合計4合桂馬の方取ってくるかな。あーそうでしたね、強者の方取ってもらえればと思ってたんですけど、そっちがありましたね。金をかわすとこう桂馬をなって飛車角両取りっていう、角かわして金取らせて飛車取って同金飛車とかかな。飛車打ってきたら銀埋めて頑張るというか、まあそれで指す感じかな。うん、もうここはちょっと金は見捨てて、こう角を動かすことで飛車の利きを通して飛車交換をして飛車を打って攻め合いに行こうと思います。まあこっちもこの角が何気にこう玉頭っていう急所に効いてて、いつでも角を捨てて同銀なら飛車で金取れますし、同玉なら、まあ今持ってないんですけど、こう桂馬の王手から寄せに行くみたいな手があるので、駒の損得はどうなってるんやろ。まあこれは一回銀埋めて固めると、駒の損得は角銀交換かな。ちゃうわ、角銀ん角と銀桂の交換か、じゃあ角と金桂の交換か。ただ桂馬は取れるので実質角銀交換で、なおかつこの角が玉頭の急所に効いてるとなると、まあこっちが形勢良くてもおかしくはない気がしますね。あー成桂か、これは次に入る手を狙ってるんですけど、
一応1合格が飛車金両取り、それ痛そうですけどね、どうでしょう、金取りに行けますか。3二金打ち、そんな人いないか。4一金打ちはありえるか。いやでもないか、わかんない。まあ金取れるのもオッキーですし、次飛車取れるのも、あーそっか、金取ったら成桂を入った手が馬取り、竜でこう馬取りと竜でこう次金を取る手を狙う手があると。なるほどね、なるほど。まあでもどうなんでしょう、ここ取りますか、取れない、あ5九金って一回寄る手がある、5九金って寄ったら1九竜で4二角成、危ないかな。5九金、5九金1九竜の時にこの成桂をこの角で取るかこっちの金を取るか結構悩ましい。5九金取って取って金張り付かれて危ないかな。まあでも1回は金かな、1回金で竜をいじめて、竜どこ行くんですかと聞いてみまして、まあ安全路線で行きますか、こっち取って。攻め路線はこっちの金取る手だったんですけど、この成桂が結構攻めの急所になって、相手の方の攻めの急所になってたんで、安全路線でこっち受けて、まあ、4三歩とか垂らしてみますか。まあ、同金なら弱体化しますし、放っておくと歩成りからと金攻めがある、そういう狙い。7五桂一回打ってまったけど、まあこっちの玉が比較的安全になったので、なんていうかこういうと金攻めみたいなゆっくりした攻めでも、とにかく攻めがつながればいい感じにはなってきましたね。なんでゆっくりした攻めでも、とにかくこう攻めをつなげることを意識して、ただ角をいじめてくる、角をいじめてくる、歩成り取る取る取る、決まらないか、あれこれ3七角が両取りか、おっとこれで銀取れるのは大きい、次桂打ちがあるし、これは一気に良くなりましたかね、ちょっと気づいてなかったけど、これは桂馬で寄り形ですね。これはあるある、そうですね、最後どういう寄りかもちょっと含めて感想戦見ていきます。というわけで最後の局面から見ていくんですけど、これは美濃囲いあるあるの寄せで、この桂打ち同歩は角で、この角で王様が取れるので取れないですね。でこっちに逃げるかこっちに逃げるかなんですけど、こっちに逃げると銀打ちで、これは逃げ道ないので詰みになります。なので詰みを防ごうとするとここしかないんですけど、この時に4一飛車成とこの金を取るのが急所で、まあもうこうなると同銀ぐらいしか受けがないんですけど、金をもらったのでここに金を打てば詰みになってこちらが勝ちになります。この手段を防ぐ、この手段を防ぐことができないので、相手の方はここで投了になりました。というわけで最後は寄せが決まりましたね。ただ途中ちょっと危なかったみたいで、まあ、あの対局中もちょっと話してたんですけど、まあ、この辺りは互角の将棋だったんですけど、金上がってで歩ついて銀上がって、でこの桂馬を跳ねたのがちょっと危なくて、ここ6四歩と打っておいた方が良かったみたいですね。6四歩と打って相手の方からのこの6筋からの攻めを警戒しておいた方が良かったみたいです。っていうのもこれ桂跳ねは単に角を打つ手がいい手みたいで、これちょっと単に打つのは見えてなかったですね。これで次にこの金を取って、同飛車ならこの銀が取れますし、相手の方の飛車で同銀ならこの飛車を取ることができる、あこうかこう取ることができるっていう狙いがあります。ただそれが分かってても結構受けにくいので、この角打ち打たれると、まあ、例えば歩とか打ってもこれも切られて、まあ、例えば同銀に銀とか出られると、ちょっとめちゃめちゃ銀とか出られると結構こっち歩切れなのが痛くて、相手の方の攻めを受けにくいので、こう進められるとちょっとまずかったみたいですね。
まあ、なんでこれに備える意味でも先にこう6筋の歩を打っておいた方が良かったっていうところになります。まあ、本譜の歩打ちから角もよくある筋なんですけど、これはなんか互角みたいですね。角を打っておいてからは互角の将棋だったんですけど、まあ、この辺りでこう金を打って、まあ、がっちり受けて、で桂馬打たれて角出て金取ってっていう激しい戦いになったんですけど、この辺りでこうこちらのこの角がすごい急所に効いてるのと、あとこの後この桂馬を取ればこちらが駒得になるんですけど、それを防ぐことが相手の方はちょっと難しいので、まあ、この辺りで徐々にこうこちらが良くなっていったかなっていうところですね。で角の反撃を入れつつで桂馬取って金逃げたんですけど、歩を垂らして角をいじめる手には角を引いて竜と銀の両取りがかかると。なんでこれ4三歩垂らす前に角引いておいた方が良かったかもしれないですね。これで竜と銀の両取りで、まあまあちょっと見えてなかったです反省します。反省してで銀取って、まあ、これ銀ボロと取れて、しかも最後のこの寄せを見せれるのがこちらとしてはかなり大きかったですね。で寄り形なのでこちらの勝ちになりました。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。